俺がアトリエ半蔵だ。よいしょ。本日の、はい、はい、本日の D チャンネル、半蔵、マスクが買えない。私は花粉症じゃないんですよ、多分。多分東京アレルギーで、東京に近づけば近づくだけくしゃみと鼻水が止まらないっていう、まあ、マスクでも買おうかなと思ったんですけども、コロナですよ。もうそのせいでマスクは売ってねえし、除菌用アルコールはなんか品薄だし、ちょっとここで俺は考えたわけよ。かかるやつは、どんだけマスクしてアルコールしてようが、かかるんじゃねえのかと。そのなぜなら、免疫が落ちてるからなんじゃねえのかなと。毎年寒くなってくるとやってることがあったんですよ。さあ、ここに繋がります。ババン、半蔵印のエナジードリンク。よいしょ。何かっていうと、まあ生姜湯なんですよ。まあ僕がね、その生姜湯好きだから、まあ生姜湯やってるんだって話をこの前デベシにしたら、おおおーっていうのを、なんかそのちょっと作り方が特殊だったみたいなんで、その作り方っていうのを説明しようかなと。まあだから要はマスク買えなかったけど、俺は生姜湯飲むから多分風邪ひかねえし、コロナウイルスにも負けねえぜっていう、そういう動画です。業務スーパーで全部揃うんですよ。まあ材料ね、生生姜、蜂蜜、こっからがあれなんだよね、半蔵っぽいっていうのが、まあポッカレモン、まあ要はレモン汁、カルピス、これだけあればね、本当に4ヶ月くらいね、持っちゃうんですよ。で、2000円、あとかかるの水道代だけ。これでね、代謝が上がるんだぜっていうのに、今回ね、さらなる力が欲しいなと思って、コーサーホ汁、これも入れて、もう強い体にしてやろうと。はい。まあ作るなんつったけど、めちゃくちゃ簡単なんで見ててください。洗ったスプーンで生姜を適量入れます。で、この際ね、どれぐらい入れればいいのって、もう好みです。蜂蜜ですが、これも適量入れます。大丈夫大丈夫、1キロもあんだから。ポッカレモン適量、大丈夫大丈夫大丈夫。ビタミン C 取っときゃね、肌も綺麗になるんだから。で、最後カルピス、乳酸菌取っときゃね、お腹の調子も良くなんだから。青汁、美味しいといいな。こっからはちょっと僕の初の試みです。青汁を入れます。やりすぎたかな、コップの半分くらいが埋まっちった。あ、でもなんかいい匂い、抹茶系か。お湯沸かしとけよかったんだけど、忘れたんで今沸かします。じゃあここで、半蔵流の代謝アップの秘訣、まあお湯沸かしてる時とかに、こうつま先立ち、かかとつま先立ちってすると、俺映ってねえじゃん全然。足の方の血行が良くなって、寝る時に足が寒くなくていいです。心なしか足が細くなります。おじさんはね、こうやってね、ボディのメンテナンスしてるんだよ。あ、ちょうどお湯沸いてきました。あんまり熱くしすぎると飲めないんで、僕はもうこれぐらいでいいや。悪魔の汁みたいなものに、はい、出来上がりました。あ、でも匂いは本当にただの生姜湯ですね。だ、生姜の匂いしかしないっす。入れすぎたかな、やっぱり。じゃあ飲むでよ、いったっきゃっす。あ、うめえ。あー、いいなこれ。まんべんなくを全部入れすぎて、結果生姜と酸っぱいで、後ろから甘みが追いかけてくるみたいな。で、青汁は死にました。何の味もしない青汁の。僕はこの保温ができる水筒に、これ1日1本は毎回会社行く前に持ってって、で飲み切って帰ってきて、これだけ洗って次の日の分を入れるだけ入れて、朝はあのお湯バッて注いで家を出るっていう、これだけは冬やってます。おすすめです、非常に。これがイコールコロナに効くかどうかは知らんし、でも確実に代謝は良くなるから、あの風邪とかインフルエンザとかには強くなるかもしれないよと。ソースは僕。半蔵風エナジードリンク。さらに何がいいか、ベベーン、あの不思議な水ですね。あの 25% って書いてある水があるんですけども、ドゥル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 って、これがね、あったまるんだよ、もう本当に。ああ、全部が全部主張してくるから、あのアルコール感じねえんだ。ベベーン、これ最強じゃね。あ、来た、これだよ。めちゃくちゃうめえな。半蔵印のエナジードリンク。
簡単に作れるんで、ぜひともみんなにも真似してほしいなと思いました。はい、これでみんな風邪ひかないよ。うまい。もう何杯でも